誰か VTuber ならない。どこに聞いてるんだよ。よけるかね。てなわけで 2D ガールオーバードーズやってくぞ。絶対違うことだけはわかる。はい、チラズさんの新作やっていきます、霊夢です。焦点ちゃんは V じゃないぞ、マリサだ。V ツバとは？別部屋からなんか出てきちゃったわね。お前が変なこと言うからだろ。あ、VTuber ってのは、私たちと似た感じで 2D とか 3D アバターを用いて活動してる人のことだぜ。100年前の人間には厳しかったみたいだ。誰も彼も画面に向かって独り言言ってるのは変わらないわよ。鋭すぎるわ、言葉の鋭角が。でもそれで人類を笑顔にできるんだからいいじゃない。変化どう荒削りすんな。で、チラズさんのゲーム、深夜放送はやったわよね。あ、なんか昔やってたな。今回はどんな感じなんだ。そして VTuber をプロデュースします。だから絶対違うだろ。そして超プロデュースする V がこちらです。 V が良くする顔だこれ。しんどい。嫌な時はさ、嫌って言おうな。よっしゃー、やってくわよ。私は話を聞かないから最終駅に相談しろよ。マスクやめて勘弁して。ファンの人は思った。円幕で抗議的に上司か。そう、彼らは文献上極卒である。何の豆知識だよ。このチャンネルは生きているゆっくりをお届けします。人生のせいでクソバイオレンスだって。8月32日、本日の天気は晴れ時々、試合が出る。試合場は森へ帰れ。何もあるだろ、ツッコミどころ。勝手に拠点に神話生物置いていかないでください。え、今誰か何か言ったか。何も言ってないけど、お払いした方がいいぞこの神社。神社を払うとは、妖怪の巣窟ではあるだろ。妖怪ぼっちの神社も妖怪の巣窟だったからもう満杯。はい、今回はスマホ持ってるのね。てか結構早い時間に配信するな。私ら配信イコール20時ってイメージあるからな。あんた毒されすぎよそれは。ふんふんふん、めっちゃいいです。メッセージしただけだろ。普段全く連絡来ないとビビるのよ。アスカ、あんたバカ。全くの別人だよ。作った肉じゃが冷蔵庫に入ってるから温めて食べてね。めっちゃいいやつやん。でも絶望的に友人少ないわね。この中に一人だけいる力也が嫌な予感しかしないんだが。知ってたー。粘着質なメンヘラ男は嫌われるぞって。え、違う。お前じゃない。違うから落ち着けって。いつの間に入れ替わってたのよ。この実況状況が特殊すぎる。そうだね、シックスさん。リトルナイトメアスリーが決まったから来たって。やめて、今その話題出されたら進まないから。肉じゃが食いながら話すわよ。ゲーム終わってからではないんだな。食事は楽しくね。いやー、この主人公本当にいい住んでるわ。愛された肉じゃがをゴートゥイン。知らず作品のこういう生活感、年月ほんと好きだわ。生活感のあるゲームは会話で夕飯の相談するのやめてもらって。霊夢も肉じゃがでいいか。霊夢肉じゃが好き。もっと頭使って会話しなさい。手と手を合わせていただきます。どうだ美味しいか霊夢。アスカに言っといて、塩と砂糖間違ってたわよって。ものすごく渋い顔になっておられる。うわぁ、あいなぁ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。羨ましいんだけど。真っ黒だもんな、私らの機材。画面欲しい。一番そっちかよ。配信前に必ずやること。バーチャミーを使う。ゲームを準備する。配信を起動する。オッケーオッケー。この子何の配信者なのかしら。とりあえずカメラポチ。オッフ。本体も可愛いじゃないか。V の中身本体って呼ぶの？で V と同期すると。やっぱり何度見ても私のキャラ可愛い。お金出したかいあったな。チラミナって名前も気に入ってるし。気に入ってるのは良いことだ。なんかアニメの役所みたいにも聞こえるわ。今日も配信頑張ろ。すげえ明るい子だ。目指せ登録者1万人。我々もね。ね、頑張ってね。うん、そうだね。そうとなったら準備は良いわね。何が？気になってプロデュースする準備に決まってるじゃない。あたかも当然のように何言ってんのお前は。ほらほら私たちのアイドルよ。配信始めて。待って。別ゲイと別ゲイの混合物とかいう特殊呪物やめろよ。何？あいや霊才可愛いね。お前どうした、なんか変なもの食ったか？うん、可愛いね。可愛いなお前。よし、お前これやりたかっただけだろ。そうですが何か。悪びれもしねえ。しんどい。ほら普段使わない表情筋使ったから死んでるじゃねえか。そんなことは良いからホラゲ配信で視聴者稼ぐわよ。闇ゲージ溜まって終わる予感がする。闇もそれはそれで。頭のお医者さーん。まあ、一旦成績は置いといてこの子配信始めて即100人ってすごいわね。1万人未満でこれだけ来てたら大物確定じゃない。てるうちに200人。配信本筋の部位がどれくらいか知らないから言えないがそれなりに視聴率いいな。というわけで今回やっていくゲームは赤マント。あれ赤マントってチラズさんの作品になかった？あるぞ。で私ホラゲーの中でホラゲーやらされんの。息抜きに背伸びしたら誰かの顎が。最初に渾身の刺激を入れることも意図はない。バーン系無理なのよ。ジャパニーズバーン。お前がいつもやってるのもバーン系ホラゲーだろうが。毎回息の根止まっては生き返ってる。息の根止まっては美人で生き返ってる。セーフを混乱させるな。とりあえずこのゲームは紙をどこかに置けばいいのね。そうらしいがこのゲームセーブないそうだ。終わった終わりました。ありがとうございました。本日のチラミナの配信はここで終わりです。終われねえんだよ配信者って。普通にバカ迷ってたんだけど。見づらいのよな。すげえ見づらいのよな。ここに紙置けいいのかな。違うね。そんなに金で練り込むもんじゃねえだろう。紙置けないんだけど。これ奥の方に別の祭壇が。あれ。今マウス吹き飛ばして何も見えなかった。私お前の声にびっくりした。ああ、今のはで済ませるのは配信者としてどうなんだよ。違う、視点が違う。やられちゃった。いやその反応の方がホラーだぞ。もっとこう、なんかあるだろ。世界をたくさん返して、また最初からとか。やっぱりセーブ内のきつくすぎる。セーブ内ゲームの終盤で死んであの反応は真偽だと思うんだけど。死にすぎて完成失っただけかもしれないでしょ。諦めて別ゲー募集してんぞ。おめえそれでも配信者か。いやごめん諦めるに関しては我々何も言えなかった。やめて、もうやめて。なんかリスナーがリンク貼ってきたわよ。まさか踏まないよな。ごめん踏んじゃった。あほらよ。知らないからな。架空請求で借金を負って個人情報が流出して家に等身大キリンの彫刻届いても知らないからな。いやいや想像が細かすぎるわ。等身大のキリンはちょっと欲しいんだけど。限りなく邪魔だよ。まあいつも使ってるゲームサイトだったらしいし。マイクラ、もっと疑え。今すぐやめるんだ主人公。あと配信名を赤マントから変えなさい。名前間違ってるとね、勘違いしちゃうからね。なんか、このゲーム操作性がめちゃくちゃ悪いんだけど作者どうにかならなかったの。おう、昔のゲームって感じの操作性だな。霊夢？どうした？いや、酔った。そうか、じゃねえな、だいぶ限界の顔してるな。ウェップ。
霊夢がダウンしたから代わりにやったぞ。あとこれだけは言いたいんだけど、こういう指示込めは配信者から求められない限りやめような。 100% 善意でやってる人が多いからこそ配信者側が困っちまうから。うん、つ実況における間の取り方が全くわかんねえ。わかんねえ。クリアってことらしいが、いかんせん直リンクで送られたや。なんかコメント騒がしくねえか。嘘だ霊夢。ゲームを配信し続けろ。出ないか悪いことが起こるよ。なあなあ霊夢、怒ってるわけじゃないんだ。怒ってないが、何か言うことあるか。はい、今後一切リンクは踏みません。あらん、配信中に顔バレした。どうしよう、怖い。お前のせいでさ。はい、なあ、はい、返事が早い。主人公もこの後置いといてねよ。いや、まだ寝られないな。何か回収してないイベントがあるのか。さっき玄関からピンポン鳴ってました。私だよ。開けたのはプレイヤーたる私だよ。玄関からピンポン鳴ってましたよ。マジで聞こえてなかったから助かる。ごめんて。65秒座っとけ。応援送りになっちゃう。やっかりうたた寝とってるじゃないですか。デスゲームに送られた霊夢はほっといて来客の確認。ただいま。はいよ。全員ぶっ飛ばしてきたわ。傘で強すぎるだろ、そのビニール傘。もう売れよそれ。なあ、帰る。ふ、さて別ゲーするか。お前ニナちゃんのこと言えないぞ。いつも見守ってるから。ニナちゃんとっとと引っ越しましょう。絶対やべえやついるって。これは自覚なし救えないタイプだわ。でも言ってる人間とシチュエーションが違えばセーフなんだろう。人間って。ルカ心の声。ルの日。おっと、ウイルススキャンか。やっぱり昨日の顔バレ私のせいでしょうか。 100% そうだよ。ビエンヌ、罰としてゴミ捨て行ってこい。ストーカーで歩いてるのに。そう、どうせろくなことにならないってのに。少しここから例外配達始まったりしないわよね。誰だけねえ。おはようございます。さようなら。警察がなんでこんなことしてるのかって聞きたそうな顔してますね。いや、帰りたい顔してます。私一応警察ですから、いつ何があるかわかりませんから、何かあったら必ず交番にお声掛けください。交番には声かけるけど、お前にはかけねえよ。あーか、ゴミ捨て行ってるだけなのに、なんであんな暴言が出てくるんだ。新車がいたんでしょう。18の獲得の完成人だぜ。あら、うん、やっぱりこの姿最近だと即殴りかかってくるか逃げられちゃうんですよね。困りますよね、ウジンさん。今誰だよ。なあ、この辺で怪しいやつ見なかったか、あんちゃん。なあ、見なかったか。お前何してんだよ。あってマリリンヌ。せめてマリアンヌにしろ。なんで結局こっち来たの。部屋に APP18 褐色黒髪成人男性が現れたからね。それ今から戻れなくない。いや、ウジン置いてきちまったから戻らなきゃ。なんで置いてきたんだよ。そう、ここに誰か越してくるっぽいのよ。下に引っ越しのトラックも止まってたわ。このタイミングでか。で、帰宅してアシカが車で待ってたわ。結局あいつ誰なんだ。知らない。来たよ。昨日の話は後で聞くから。とりあえず行こう。オッケー、まずアニメイトに行ってからさいでね。お高くに勤しむ JK か、お前は。おっと、ここってあれじゃないか。ああ、閉店事件の主人公だ。生きとったんか、我。あれでも確か閉店事件ってどのルート行っても。そこにいたのは、ストーカーに悩まされていた女性の霊。彼女に警告をしに来たのだろうか。ソルチッドキャラメルモカ、ソルチッドキャラメルモカ、セールが狂気のあまりに一番だるいメニューを求めてやまなくなってしまった。あんな便利だよ。ああ、八作さん。なんでいないんだよ。まだ俺に全部教えてないじゃないか。八作さんから学びたいこと。まだいっぱいあったのに。この人には申し訳ないんだけどさ。うん、過去作の続きっぽい雰囲気やるのすごい好き。いいよな、その後の話って。繋がっている世界観大好きず。私はここのコーヒーがお気に入りなのですが、何か起こる前には味が変わるんです。今日もまた変な味なので、座ってる人が怪しいと思っています。この人ストーカー特化の捜査員になった方がいいわよ。探知機として優秀すぎるんだよ、ジェームズ。というわけで、怪しいお兄さんに突撃したいと思います。お兄さん、フード取ってよ。どこ住みからいにゃ。私のコンビニかさぁ。いいな、これ一個買うわ。で、配信中に顔バレしたってどういうこと？このドアホが変なリンクを踏みましてね。みんなも姉にリンクは踏んじゃダメだぞ。変なメッセージも送られてきて、引くに引けね。怪しい。あ、これはダメなやつ。帰ろうよ、マリサ。うん、帰るか。ここまででいいかな？今日はいっぱい話せて嬉しかったよ。またいつでも連絡して。それじゃあまたねー。アスカも暗いんだから気をつけて帰れよ。友情がまぶちー。お前の心は廃れてしまったんだな。まぶちー。帰ったらまた配信するのかな、ニナちゃん。一日くらい休んだっていいと思うがな。あー。電車はん。やっぱどのゲームでもモデルの内部の感じは変わらないわね。怖い怖い怖い。なんで即順応してんの、こいつ。ほら、ストーカーが困惑してるじゃん。僕の勝ち。待ってください、待って。さすがに2回目はちょっと。あー。え？困るんだけど。鍵が、壊れてるのかな。ドライバーがどこかにあったような。全く無理してボケようとすると変なことになるんだからな。すいませんでした。これが2日目の配信か。一体次は何をやらされるんだか。今日は昨日のゲームの続きをやっていくよ。なんか女の人を警察に捕まらないように助けるゲームみたい。
なあ、お前いいのかその名前。温泉行きたいわー。まあなんかこういう感じのゲームも覚えはあるな。さっとクリアしちゃうわよ。女の人を見つけて、出口に向かわせればはいクリア。本当にさっとクリアしちまったな。動画中に2回も荘園送りにされたからね。私この短さで配信足りるのかが心配だよ。いや私の心配もしろや。前回と比べてゲーム性があって面白かったですね。今日はクリアしたので終わります。疲れたー。お風呂でも入ろうかな。これまだトイレ開かないのか。絶対中に誰かいるでしょこんなの。往々にしてこういうゲームの主人公ってアホ鈍いから仕方なし。全然仕方なしって顔してね。ほら見てよ。いい湯だな。私のビニール傘返してよさて風呂中に何かあったんだろうが私は全くわからん。そりゃずっと下見てたものね。ブクブクするの楽しかった。そっか。つまつん。やっと3日目か。特に怖いって感じではないな今回。それ全部出てくる不審者にまとわりついてるせいだと思うので本当は昨日のお風呂中に戸棚が悪心霊現象が起きてたらしい。全く気づかなかったけど。何も見てなかったけど。実況者として致命的すぎるんだよな。ああまあいいか。管理人に電話してみたらなぜかストーカーに会ったらええって言われたぞ。どこかずれてるというか。なんかちょっと気持ち悪い感じが。人間怖い系のホラーねこれ。やってるな。お前動画時間10分超えてどこで全編切り上げようかわかんなくなってやってるな。もうちょっとだから頑張ってよ。マリサがだれたらゆっくり実況は崩壊するんだから。鳥にのしかかる比重が重すぎるんだよ。仕方ない。気合い入れ直してやるか。あれ霊夢ここってゴミ箱あったよな。マリサこれ多分もう侵入してきてるわ。やられる前にやるか。だから私の傘。洗面台のもなくなってる。机横のゴミ箱は勘弁してよー。 PC 横にはもうゴミ袋をどんと置いておいた方がいいわ。これで配信するとかいう主人公のメンタルヤバすぎだろ。絶対実家に帰るかなんかした方がいいと思うんだが。それがお母さんには V のこと詐欺師みたいに思われてるらしいわ。あちゃを再現なく悪く言うな。今日も昨日のゲームの続きやってくよ。昨日と同じようなゲームみたい。中の人みたい。黙れ。インターネットエンジェルが板についてきたな。さてコンビニっていうと夜勤事件だが、あれと閉店事件は脳死で配信見ちゃったから。そりゃ残念だ。まあ今回は私操作でサクッと終わらせるぜ。あっておかしいな。まったくクリアができないぞー。これ昨日のステージより複雑ってわけでもないがなんかうまくいかねえ。クソ霊夢はどっか行きやがったし、なんか肉じゃがの香り。あゴミかせ。僕の話なんて誰も聞いてくれな。秒のクリアでしたね。私が肉じゃが食べ始めるくらいには早かったわね。肉がうまなってませんか霊夢さん。それはそうとさっきの大声は何だったの。お前がいない間に心霊現象が起こったんだよバカ。マリサのお腹も心霊現象かしら。半笑いしてんとちゃうぞ。すいません特急ジグを振り回さないでください。お前このビニール傘どこで買ったんだ。コンビニ。お腹すいた死にそう。冷蔵庫になんかあったかな。私も死にそう。私たちの難点よね。ゲームに気分引っ張られるっての。なんか変なところにリモコン落ちてんぞ。いやこれ心霊じゃなくて玄関のオートロック突破されてんじゃないの。やだわ心霊より怖いわそれだよねー。どうしようかな。冷蔵庫からなんてことあるか。あるんでしょ知らんけど。一人暮らしならまわりと。そうなのか。じゃあコンビニ行こうぜコンビニ。私もビニール傘欲しい。あんたすでに一回私に向かってショットガン発砲しなかった。あるぜ。あるぜじゃないわよ。文明の力で我慢しなさいってか。あんたマジでしょうが。じゃあコンビニへ武装しにレッツゴー。どの世界観のコンビニだと思ってるんだよ。何でもあるのはドンキや。まったく。あなたにボケられたら困るんだから。ボケの立場に甘えない。おいどこの誰だ言ってみろゴルは。今こっちにはショットガンと拳銃と縄と攻撃力999の傘があるんだぞ。動画内で全部出てるよ探してみてね。悪い子はお願い。ダメだこの子モーグフックで頭が持ってかれてる。うんそれじゃあ視聴者のみんな。好評なら早いうちに後編を作るからぜひ高評価とチャンネル登録コメントよろしくね。通知もオンにしといてもらえるとありがたい限りよ。霊夢ご飯食べたい。あ中身の腰あんがなくなってる。マジの限界っぽいからここで動画を締めるわね。それじゃあまた次の動画で。再見。